方園同エ軍、方園同エ軍、標準ドイツ語、方飯ロヘクレース、アレマン語、方ヘレダソクレイズは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州の軍。シュトゥットガルト行政管区のハイルブロン、イコールフランケン地域連合に属す。方園同エ軍は、南西及び西にハイルブロン軍、北にネッカーイコールオーデンバルト軍及びマインイコール、タウバーン、東及び南に、 シュベービッシュ・ハル軍と境を接している。方園道へ軍は、方園道へ平野及びバウラント南部の一部をなし、南は、シュベービッシュイコールフレンキシャーバルト自然公園に属す、バルデンブルクの森に面している。軍域内を、共にネッカー川湾の支流である、ヤクスト川とコッハー川が流れている。軍内の最高地点は、バルデンブルク近郊の標高523メートルの地点である。 ホーエンド道エ軍は1973年1月1日の軍の再編によって形成された。かつてのエーリンゲン軍とキュンツェルザウ軍はこの軍に統一された。軍域にはブーヒエン軍、シュベービッシュハル軍、クライルスハイム軍からもいくつかの集落が編入された。軍庁所在地はキュンツェルザウと定められた。旧エーリンゲン軍及び旧キュンツェルザウ軍はどちらも 1803年に、ホーエンド道エ地方の領主権が、ビュルテンベルク王国に移った後に設けられた、ビュルテンベルク時代の同盟のオーバーアームと、上級地方行政機関にその起限を持つ。オーバーアームとエーリンゲンは、1926年に、廃止されたオーバーアームとバインスベルクの東部を、併合した。1938年に、オーバーアームとは、軍に移行し、教会の変更が行われた。 クラウトハイム周辺地域は1945年まではバーデン領であった。はじめは独自のアムトが設けられたが、1864年にアムト・ボックスベルクに統一され、さらにその廃止に伴いブーヒエン軍に編入された。軍の再編時にブーヒエン軍のほとんどの部分はネッカーイコールオーデンバルト軍に移行したのだが、クラウトハイム周辺地域はホーエン・ドーエン軍に編入された。 市町村再編の合併後、法院道衛軍は16市町村を有している。そのうち軍所属種は8つ、さらにそのうちの1つ、エーリンゲンは大規模軍都市である。最大の都市はエーリンゲン、最小の町はツバイフリンゲンである。国勢調査、あるいはバーゲンイコール、ビュルテンベルク州の統計局の資料に基づく、この地域の人口推移は以下の通り、の行政は、 軍議会と軍長によって運営されている。軍議会は5年ごとに軍内の選挙によって選出される。2014年5月25日に行われた前回、選挙の結果は以下の通り。軍議会は任期8年の軍長を選出する。軍長は法律上軍の代表者であり、責任者であるとともに、軍議会及び委員会の議長を務める。軍長は 軍議会及び軍の官僚を指導する。軍長及び軍職員を司る。その職責は軍議会を準備し議員を召集すること及び決議事項を執行することである。軍長は特に必要であるとの議決がなされない限りは専門委員会での投票権を持たない。軍再編後、すなわち法延堂へ軍成立後の軍長は、ズガラ、 銀の六本のスポークを持つ水車が描かれた赤字の基部の上は銀字で赤い舌を出して悠然と歩く尻尾は垂れ下がった二頭の黒い表が描かれている。1974年4月3日、採択意味上部も基部も十九世紀初めまでこの軍域を治めたかつての領主の紋章を象徴している。すなわち、宝円道へ行のひとマインツ司教君主のマインツァー。 ラート、水車である。経済の重点は主に、電子技術産業、機械製造や乗り物の製造等を含む、金属加工業、制御工学、操縦工学関連企業及び繊維業、出版業などである。製造業者や、手工業者のほかに、w r t h バーナーあるいはブティをはじめとする数多くの、有名で重要な工具メーカーが、 公園道へ軍を本拠としている。軍の16市町村は安価な工業用地を提供するなどして新たな企業進出や創業規模拡大を支援している。かつては農業が圧倒的でバーデンイコールビュルテンベルク州内で最も脆弱な経済基盤の軍あったが近年は構造変化を成し遂げている。また自動車部品メーカーの世界的なウルトナ本社と 工場がある。軍域の南部を連邦アウトバーン A6 号、マンハイム・ニュルンベルク線が走っている。この他に多くの連邦道、修道、軍道が開発されている。重要な連邦道としては B19 号シュベービッシュ・ハル・ビュルツブルグ線がある。エーリンゲン市には1862年すでにビュルツブルグ国営鉄道ハイルブロンシュベービッシュ・ハルセン。 コフハー鉄道が付設されていた。1892年にこの路線のバルデンブルクから支線のコフハータール鉄道がキュンツェルザウまで分岐し、1924年にはドイツ帝国鉄道により、さらにコフハー側を下ってホルヒテンベルクまで伸ばされた。ホルヒテンベルクから運転でコフハー鉄道の終点までは、約1 4 k m の未開通区間が残された。 ウンターコッハー鉄道は、1913年に、ビュルテンベルク鉄道会社が開通させたバーと、フリーリヒスハレイコールヤクストフェルトからオルンベルクまでを結ぶ鉄道である。ヤクスト渓谷には、1900年から1901年に、フェリングバイヒター社が、狂気鉄道のヤクストタール鉄道を、すでに開通させていた。この鉄道は、幹線ビュルツブルグ、 ハイルブロン間のメックミュールから谷を遡り、デルズバッハまでを結んでいた。軍は、1980年頃から、軍内の全市町村にバスなどの定期交通を走らせる、方園道へ近距離交通モデルを制定している。アルプタール交通会社のトラムトレイン S4 路線が、方園道へ鉄道を降りして、エイリンゲンまで延長されるまで、2005年12月は、 軍内にかつて設けられた 78km の鉄道路線のうち、わずか 28km に4つの駅、バルデンブルク、ノイエンシュタイン、エイリンゲン、ブレッツフェルトがあるのみであった。以下の路線で旅客運行が廃止された。バス路線は、法園路へ軍の独立事業部の法園路へ、軍近郊交通、及び、交通連盟ハイルブロン法園道へ春近郊、交通が運行している。 カッコ内の単位のない数値は現在の人口である。治水関連、文化。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。